ははいこんにちは大雄二です今日は天気予報について、えー、ニュース原稿を読んでみたいと思います。まあ天気予報っていうのは毎日原稿が違うわけですよね。それでこれはですね実際は感情をあんまり文章に入れて読まない。ね、淡々と読むっていうそれからしっかり伝えるということですからクリアなね喋、えー、り方つまり、えー、滑舌がしっかりできているかどうか。 このあたりが一つのポイントになるんじゃないかと思いますね画面に原稿が出ますので最初は目で追ってその後実際に声に出して一緒に読んでみてください多分早いと感じると思いますそして最初はついていくことがやっとかもしれませんねまあ、噛んだりした時はまだ滑舌が弱いと思ってくださいそれではちょっと読んでみます気象庁は先ほど向こう1週間の天気予報を発表しました それによりますと、北日本は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、19日には雨の降るところもあるでしょう。東日本から西日本にかけては、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、週中頃に雨が降る日がある見込みです。沖縄・奄美は前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多いでしょう。 最高気温と最低気温はともに北日本では平年並みか平年より高いでしょう東日本から沖縄・奄美にかけては前半は平年並みか平年より高い日が多く後半は平年並みか平年より低い日が多いでしょうまあこのように読めればいいと思いますねまず自分の読みをこの後録音してみましょう アクセントが違うなと気がついたら、私の原稿を何度も聞いてアクセントを修正するようにしましょう。今日は天気予報の読み方についてお送りしました。